タタケケミツトル、ミツトる、ル、タケミツト通ル、1930年10月8日から1996年2月20日は日本の作曲家。ほとんど独学で音楽を学んだが若手芸術家集団、実験工房に所属し、映画やテレビなどで幅広く前衛的な音楽活動を展開。笑楽器を取り入れたノベンバーステップスによって、 日本を代表する現代音楽家となった。1930年10月8日に、東京本郷区駒込明保野町、原文京区本駒込一丁目で生まれる。父は、鹿児島県川内市、現、薩摩仙台市熊野城町出身で、帝国海上保健勤務、祖父の竹光義雄は、声優会の鹿児島県幹事長を務め、第7回衆議院議員総選挙から第12回衆議院議員。 総選挙まで衆議院議員を連続6期15年務めた。生後1ヶ月で、父の勤務先である満州の大連に渡る。1937年、小学校入学のために単身帰国し、東京市本郷区の富士前人城小学校に入学、7年間に渡って、おじの家に起留する。おばは、生田流総局の師匠であり、初期の修作的な作品。 二つの商品、1949年、未完には、ことの双方の影響が見られる。この頃に、いとこからレコードで聞かされた、ベートーベンや、メンデルスゾーンなどのクラシック音楽には興味を示さなかったが、その一方で1948年に行われた、新作曲派協会、第二回作品発表会に足を運び、後に作曲を支持する、清瀬やすの、バイオリン・ソナタ第一番のような、 当時としては、新しい音楽に感動していたとされる。1943年、旧制の私立経過中学校に入学。学から頭にかけての格好が、飛行船に似ていたため、当時のあだ名は、チェッペリンであった。軍事教練では、教官の手塚金之助少尉からしごきを受け、野外演習で入浴中に、あの金棒の野郎、ただじゃおかねえからなと叫んだところ、真ん前に、 手塚がいたため、この野郎と殴られたことある。在学中の1945年に、埼玉県の陸軍食糧基地に勤労動,動員される。軍の宿舎において、同室の歌詞館が隠れて聞いていたルシエン・ヌボワイエが、歌うシャンソン、聞かせてよ、愛の言葉を、をお耳にして、衝撃を受ける。現代音楽の研究者である、奈良崎陽子は、後年の、鳥は、星形の庭に降りる。 遠い呼び声の彼方へ。など、いくつかの作品モチーフに、このシャンソンの戦立戦との類似点があることを指摘している。戦争中は、ヨカレンを受験。戦争末期には、日本は負けるそうだと語った旧友を殴り飛ばした、軍国少年あった。終戦後に新中軍のラジオ放送を通して、フランクやドビュッシーなど、近代フランスの作曲家の作品に親しむ一方で、 横浜のアメリカ軍キャンプで働きジャズに接した。やがて音楽家になる決意を固め、清瀬康二に作曲を指示するが、ほとんど独学であった。経過高等学校卒業後、1949年に東京音楽学校、この年の5月から東京芸術大学作曲家を受験。科目演奏には最も簡単なショパンのプレリュードを選び、 妹の下駄を突っかけて試験会場に出向いたが、控え室で網走から帰宅まだという天才少年、後に自殺と意気投合し、作曲をするのに学校だの教育だの無関係だろう、との結論に達し、二日目の試験を欠席し、上野の松坂市ネまで二重生活を見て過ごした。この時期の作品としては、清瀬康治に検定されたロマンス、1949年。 作曲者死後の1998年に初演のほか、遺品から発見された2つのメロディ、1948年第1曲のみ、完成などのピアノ曲が存在する。デビュー以前はピアノを買う金がなく、本郷から日暮里にかけて街を歩いていて、ピアノの音が聞こえると、そこへ出向いてピアノを弾かせてもらっていたという。竹光は一件も断られなかったから、 よほど運が良かったのだと言っているが、時々同行した友人の福島和夫によると、最初は確かに貸してくれたが、何度も続くと必ず、もう来ないでくださいと断られたという。後、芥川康氏を介して、それを知った、真湯栖敏夫は、竹光と面識はなかったにもかかわらず、妻のピアノをプレゼントした。1950年に、作曲の詩である、清瀬康次らが開催した。 新作曲派協会第七回、作品発表会において、ピアノ曲、二つのレントを発表して作曲家デビューするが、当時の音楽評論家の山根銀二に、音楽以前であると新聞史上で告評された。傷ついた竹光は、映画館の暗闇の中で泣いていたという。この頃、詩人の滝口修造と知り合い、二つのレントの自作となるバイオリンとピアノのための作品、 妖精の距離、1951年のタイトルを彼の同名の詩から取った。同年、滝口の下に多方面の芸術家が参集して、結成された芸術集団、実験工房の結成メンバーとして、作曲家の湯浅ジョージらと共に参加。バレエ、生きる喜びで、音楽、鈴木博吉と、共作と指揮を通したほか、ピアノ曲、遮られない休息愛。 1952年などの作品を発表した。この最初期の作風はメシアントベルクに強い影響を受けている。実験工房内での導入活動として、上述の湯浅ジョージや鈴木博義、佐藤慶次郎、福島和夫、ピアニストの園田隆弘らと共にメシアンの研究と電子音楽、講義の意、主にテープ音楽を手掛けた。また竹光はテープ音楽、 ミュージックコンクレートとして、ボーカリズム AI、1956年、木、空、鳥、同年などを制作し、これらを通して、音楽を学音のみならず、具体音からなる要素として捉える意識を身につけていった。実験工房に参加した頃より、映画、舞台、ラジオ、テレビなど幅広いジャンルにおいて、創作活動を開始。映画、北斎の音楽、 1952年、映画自体が制作中止となる、日活映画、狂った果実の音楽。1956年、佐藤正人の共作、立花バレエ団のためのバレエ音楽、銀河鉄道の旅。1953年、劇団文学座のための劇音楽、夏と煙。1954年、劇団式のための野生の女。1955年、 森永チョコレートのコマーシャル1954年などを手掛けた。これらの作品のいくつかにはミュージックコンクレートの手法が活かされているほか実験的な楽器の組み合わせが試みられている。また作風においても前衛的な手法からポップなもの後に歌としてシリーズ化されるさようなら1954年歌うだけ1958年のような わかりやすいものまで幅が広がっている。また、1953年には、北海道美幌町に疎開していた、音楽評論家のわらしなまさみが、病状悪化の早坂文雄を介して移植した、美町長化を作曲している。この間、私生活においては1954年に、若山朝香と結婚した、病に苦しんでいた、竹光夫妻に、段育馬は、 鎌倉市の自宅を提供して、横須賀市に移住した。1957年、早坂文雄、1955年没に検定された、原額のためのレクイエムを発表。日本の作曲家はこの作品を目殺したが、この作品のテープを、1959年に、来日していたストラビンスキーが多摩 NHK で聞き、絶賛し、後の世界的評価の契機となる。 1958年に行われた20世紀音楽研究所吉田秀和所長柴田奈美夫、伊里野義郎、諸井誠らのグループの作曲コンクールにおいて8つの弦楽器のためのソンカリグラフィアイ1958年が入りしたことがきっかけとなり1959年に同研究所に参加日本のフルートのためのマスク1959年 オーケストラのためのリング、1961年などを発表する。大阪御堂会館で行われたリングの初演で指揮を務めた小沢誠司とは、以後生涯にわたって、親しく付き合うことになる。この時期の作品では、他に日本フィルハーモニー交響楽団からの衣食品、木の曲、1961年、日フィルシリーズ第6回移植作品、 NHK 公共楽団からの移植作品、テクスチュアーズ、1964年、東京オリンピック芸術展示公演などがある。このテクスチュアーズで、日本人作曲家として、初めてユネスコ国際作曲家会議でグランプリを受賞。竹光の名声は一気に跳ね上がった。1960年代には、小林正樹監督の、切腹、1962年。 第17回毎日映画コンクール音楽賞受賞。羽に進む監督の不良少年。1961年。第16回毎日映画コンクール音楽賞受賞。弟子河原博監督の砂の女。1964年。第19回毎日映画コンクール音楽賞受賞。他人の顔。1966年。 第21回毎日映画コンクール音楽賞受賞などの映画音楽を手掛け、いずれも高い評価を得ている。竹光自身は若い頃から映画を深く愛し、年間に数百本の映画を新たに見ることもあった。スペインの映画監督、ビクトル・エリセの映画エル・スールを父親の視点ら絶賛しているほか、ロシア、ソ連の映画監督アンドレー・タルコフスキーに深く系統し、 タルコフスキーが1987年に他界すると、その死を悼んで、弦楽が思想曲、ノスタルジアを作曲している。1962年に NHK 教育テレビ、日本の文様のために作曲した音楽は、ミュージックコンクレートの手法で編長された畜前琵琶と、琴の音を使用しており、竹光にとっては、伝統的な邦楽器を使用した初の作品となった。その後、 前述の映画、切腹では、筑前琵琶と薩摩琶が、西洋の弦楽器と共に使用され、1964年の映画、暗殺、監督、篠田正宏、怪談、監督、小林正樹では、琵琶と尺八が、1965年の映画、四谷怪談、監督、豊田志郎では、流的、同年のテレビドラマ、源氏物語、 毎日放送では17幻想とともに、小庫、括弧など、画学の楽器も使用された。1966年の NHK 大河ドラマ、源義経の音楽においては、邦楽器はオーケストラと組み合わされている。これらの映画や映像のための音楽での思考実験を踏まえ、純音楽においても邦楽器による作品を手掛けるようになった。その最初の作品である、エクリプス、 1966年は、ビワと尺八という伝統的な方楽ではありえない楽器の組み合わせによる二重奏曲である。このエクリプスはアメリカで活動中の小沢聖治を通じて、ニューヨークフィル音楽監督、レナード・バーンスタインに伝えられ、このことから、同団の125周年記念の作品が移植されることとなった。 こうして出来上がった曲が、ビワと尺八とオーケストラによる、ノベンバーステップス、1967年である。この作品を契機として、竹光作品は、アメリカ・カナダを中心に、海外で多く取り入れられるようになった。1970年には、日本万国博覧会で、鉄鋼館の音楽監督を務め、このための作品として、クロッシング、式。 初の打楽器アンサンブルのための作品、テープ音楽イヤーズ・オブ・イヤーを作曲。翌1971年には、札幌オリンピックのために IOC からの移植によって、オーケストラ曲、冬を作曲した。1973年からは、今日の音楽のプロデュースを手掛け、世界の演奏家を招いて、新しい音楽を積極的に紹介した。1975年に、 FM 東京の移植によって作曲されたカトレーンは同年に文化庁術祭大賞、翌年に第二十四回オダカ賞を受賞するなど日本で高い評価を得た。また、ノベンバーステップス以後は世界からの注目も高まり、九百六十八年と六十九年にはキャンベラスプリングエスティバルのテーマ作曲家、九百七十五年にはイエール大学客員教授。 1976年と77年にトロントで開催されたニューミュージックコンサーツではゲスト作曲家として招かれた。1980年に作曲されたバイオリンとオーケストラのための遠い呼び声の彼方へは前衛的な音響が影を潜め、火星的な響きと歌を思考する晩年の作風への転換を印象続ける作品となった。この時期に ショット社へ移籍し、作品の演奏の機会は以前よりも急激に増えることになる。以前、自身の作曲が日本で正当に評価されていなかったことを嘆き、今日の音楽、作曲賞では竹光たった一人が審査を務め、竹光自身の手で国際作曲賞を授与することに決めた。この作曲賞から多くの日本の若手や世界各国の若手が育った。 1980年代はすでに前衛は流行らなくなっており、竹光も今日の音楽では積極的に海外の潮流を紹介したが、竹光本人の興味はそれとはもう関わりが薄くなっていた。作品はますます調整的になり、オーケストラとの相性が良いのでひっきりなしにオーケストラ曲の移植に応えていた。前編が調整音楽である、経図にはかつての不協和音は 完全に影を潜めた。この時期になると、世界各国からの反応も、良いものばかりではなくなり始めた。ショット社はドイツにあるにもかかわらず、ドイツの新聞で、シェーンベルク以前の音楽、バスタブの中の川、リバーランのドイツ初演表などと国評を受けるようになる。晩年、それまで手をつけていなかったオペラに取り組もうと意欲を見せるが、作品は完成の日の目を見ることはなかった。 タイトルは、マドルガーだ。放題は、夜明け前となる予定であ。1995年、暴行及び首のリンパ腺に癌が発見され、また、間室性肺炎を患っていた竹光は、数ヶ月にわたる長期の入院生活を送ることになる。証拠を得ての一時退院中、完成された最後の作品となる、森の中で、エアを作曲。1996年2月20日、 虎ノ門病院にて死去した。去年65、墓所は東京都文京区小日向にある総当州日林寺の境内墓地。政治にも関心が深く、1960年代の安保闘争の折には、若い日本の会や草月で開かれた民主主義を守る音楽家の集いなどに加わり、竹光自身もデモ活動に参加していた。ただし体調が悪くな、いたのですぐ帰っていたらしい。 1970年代にはストケンストを支持したことがある。また湾岸戦争1991年の際には報道番組における音楽の使われ方に対して警鐘を鳴らし、報道番組は音楽を使うべきではないと論じた。一方で音楽による政治参画については否定的であったとされ、1970年代には自身も参加した音楽グループ、 トランソニックの機関市場で見解をした。娘の竹光真希は洋画字幕の翻訳家だったが2005年からクラシック音楽専門チャンネルのクラシカジャパンの副社長を務めている。1960年代前期は特に還元楽曲においてクライマックスを目指すヒートアップの方向性が明確に現れる。アーク、テクスチュアーズ含むアステリズムなどがこれにあたる。 この時期には、西欧前衛の動向を主中に収め独自の語法として操る術を獲得しているが、特にビトルドルトスワフスキのアドリビトム諸法からの影響が直接的に現れている。もっともこれは結果としてリトスワフスキとの類似となったもので、直接には1960年代初頭に一柳都市によって、 日本にその思想が持ち込まれたジョン・ケージの偶然性の音楽の影響が見られる。竹光はピアニストのためのコロナなどにおいて直接的には図形学府による寄付の研究、内面的には偶然性がもたらす東洋思想との関連などを探った。そして帰結したのが時間軸の多層化という考え方である。1960年代後期には それまで映画音楽でのいくつかの思考実験を踏まえ、純音楽においても邦楽器による作品を手がけるようになった。この頃から徐々に上で述べた1960年代前期までの西洋音楽的な一次元的時間軸上の集中的思考性を薄め、東洋音楽的な多層的時間軸上の広的思考性へと変化していく。 中期を過ぎた頃には、前衛語法の使用から次第に、超的な作風へと変化していった。具体的には、グリーン、当初の題は、ノベンバーステップス第2番を発端とし、いくつかの中規模な作品を経て、カトレーン、鳥は、星形の庭に降りるなど1970年代終盤において、明確に調整を意識するようになる。アークの書き直しを行うごとに、共和音や、 オクターブなどの響きやすい音程関係へ傾斜した。モートンフェルドマンの言うオーケストラにペダルをつけるアイデアをここまで自家や苦労中ものとした作曲家、それを細川敏夫は日本で唯一感動的な響きをオーケストラから引き出したと述べた。作品は1980年代は竹光トーンでどの西部も法令になり響いていたものの1990年代からは 健康管理が難しくなったことも含めて、歌われる、旋律線が一本に修練される時間が優勢になっていった。線がたとえ二本であっても、一本を持続にした上でもう一本を歌わせることで、情報量の制限を試みている。この手法はクラブさんのための、夢見る雨で、効果的に使われていたが、いかなる作品に対しても適用し始めたのは1990年代からになる。 この手腕に対して、ルチアーノベリョは、竹光は、西洋楽器のみを使った方が、より一層日本を感じるんだよね、と答える。佐野浩二は、竹光は、最晩年も進化し、第四期と言っても良かったとこの時代を締めくくる。竹光は、晩年に、実は数的秩序をハーモニーに導入しているなどとも、語り、未だ創作奇跡の全貌は、明らかにされていない点も多い。 リトルトルトスは不スきから、通るよ。メロディーについて考えているかと尋ねられ、はい。考えていますと返答し、これからの作曲家もメロディーを忘れてはいけないという、呼び気に最も早く反応した日本の作曲家であることが、戦後日本音楽史の中で際立っている。今日の音楽では、竹光の好みが色濃く反映された選曲を行っており、 ブライアン・ファーニホーのような作曲家も日本初演を実現させた。竹光は多くの映画音楽を手掛けているが、それらの仕事の中で普段は使い慣れない楽器や音響技術などを実験、試行する場としている。竹光自身、無類の映画好きであることもよく知られ、映画に限らず演劇、テレビ番組の音楽も手掛けた。琵琶と尺八の組み合わせで彼は純音楽として代表作。 ノベンバーステップスをはじめ、エクリプス、食、秋、三面のビワのための旅などを書いているが、最初にビワを用いた作品は、映画、切腹及びテレビ、NHK 大河ドラマ、源義経であり、尺八は、映画、暗殺でプリペアドピアノやテープの変調技術とともに、用いた。さらに、映画、怪談』監督、小林正樹では、ビワ、尺八の他に、 呼吸、日本のもの、シャミセン、プリペアドピアノも、それぞれテープ変調と共に用いている。この、階段の音楽は、ヤニスクセナキスがテープ音楽として絶賛した。これらの作品の録音において、ビワの鶴田に指揮し、尺八の横山勝也との共同作業を繰り返した、経験が、後の、ノベンバーステップスその他に繋がった。二台のハープを、 微分音で調律してそのズレを生かすという処方は、純音楽としては、ブライスなどに見られ、またハープ独奏としては、スタンザイーが挙げられるが、このための実験としては、映画、沈黙、美しさと悲しみと、離れゴゼオリン、すべて監督、篠田正宏などが挙げられる。離れゴゼオリンは、後に演奏会を、組曲、二つのシネパストラルとしてもまとめている。他に、 テレビの音楽としては、NHK の歴史ドキュメンタリー番組、未来への遺産において、温度丸とのを用いていることも特筆される。純音楽ではこの楽器は用いなかった。黒沢明とは、ドデス家電で初めてその音楽を担当して、以来の関係であったが、1985年の映画、ランで黒沢と対立し、これ以後あなたの作品に関わるつもりはないと言った。 竹光は黒沢にマーラー風の音楽を求められたことに不満を述べている。短編ドキュメンタリー映画、ホゼートレスでのジャズの語法をはじめ、1960から70年代当時の日本の歌謡曲の語法など、竹光自らが趣味として多く接した娯楽音楽の分野へのアプローチを試みのも、これら映画音楽やテレビの音楽である。その他の娯楽音楽として、 晩年、それまでに作曲した合唱曲、映画音楽の主題や挿入歌などをポピュラー音楽として再編し、石川セリが歌ったポピュラーソングの CD アルバムを発表した。これについては、竹光の死後、竹光の葬儀の席上で、眉積斗司夫が思い出として披露した未発表の短い映画音楽用の旋律をもとに、もう一枚のリメイクバージョンのアルバムが出ている。 森山良子、小室仁志、沢地恵ぐらもこれらの歌をレパートリーとしている。晩年監修を務め、竹光の死後完成した、東京オペラシティのコンサートホールは、竹光メモリアルの名が完成られた。東京オペラシティのオープニングコンサートの中で、作曲家でピアニストの高橋裕二は、竹光のために、閉じた目いいを弾いた。また、武光通る作曲賞の演奏会も毎度、 このホールにて行われている。竹光の劇音楽の仕事は多忙を極めたこともあり、アシスタントを雇っていたことが知られているが、これは同時に、まだデビュー間もない新人の発掘、育成にもつながっていった。アシスタント経験者には、池部慎一郎や八村、岐阜、河井学毛モーリー・クランド、菅野義弘がいる。高橋雄二もデビュー初期に竹光の仕事を手伝っており、 落とし穴、監督、弟子河原広史などでは演奏に参加している。また、クラシック出身者以外にも、マジカルパワーマコや鈴木秋夫といった、独自の楽器音響を追求する後輩たちとも交流を持ち、劇音楽の仕事を通して、コラボレーションを行っている。竹光の著書には彼自身の自筆譜が多く、掲載されていることで知られていたが、そのほとんどは、フルスコアではなく、 コンデンススコアである。コンデンススコアでまず作曲し、思いついた奏法や楽器名をその上に記し、アシスタントがフルスコアに直すことで、多くのオーケストラ曲は完成されていた。多忙ではなくなった時期からは、自らフルスコアを書いている。保守的なことで知られる、ウィーンフィルによってもその作品は演奏され、その詞は多くの演奏家から惜しまれた。ショット社の公表では、 没後、竹光の作品の演奏回数は1年で1000回を超えた。出展、日本の作曲20世紀映画音楽で有名なジョン・ウィリアムズも竹光を高く評価しており、ジュラシック・パークでは尺八を取り入れた。パウル・ザ・ヒャー財団が竹光・トールの全自筆布、メモスケッチ他を一律管理したいと申し出があるが、 竹光夫人を含む関係者はこの申し出に2016年、現在応じていない。楽譜は日本ショット株式会社及びフランスのサラベール、現在はデュランなど他レーベルと共に BMG が版権を所有し発行管理しているにより出版されている。かつては一部の楽譜が音楽の友者からも出版されていたがサラベールに奪われた。竹光自身。 音楽作品以外に文章でも多数の著書を発表、また新聞や雑誌でも音楽評論を盛んに執筆した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。